オメガの自動巻き時計、シーマスター、クロノメーター、REF166.024 です。オメガ社創業から、ちょうど100周年を迎えた1948年に誕生した同社の主力コレクション。機能性は、もちろん、デザイン性の高さにも定評があるオールラウンドモデルとして開発された人気のシリーズです。本品は、1950〜60年代製の一回り小ぶりなミドルサイズモデル。オメガを世界的ブランドに築いた30ミリキャリバーを小型化に改良したCAL420を搭載しています。文字盤はエイジングダイヤル。50年代に流行ったアップライトのくさび型トビスージインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ。面取りされたゴールドオメガエンブレムが三千と輝く雰囲気の良い風貌デザインです。 SS ケースはオメガリューズ全面ポリッシュのラウンドフォルム。バンドはミリタリーテイストを反映させる透視ストラップを装着しています。普段使いにおすすめの現行品とは一味違ったアンティークの魅力が詰まったオメガの一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、焼け、シミ、汚れなどの経年変化が認められます。文字、メモリは判読可能です。針、インデックスは劣化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。大きなへこみなどはありません。風貌、透かしはありません。シレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ベルト、社外製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は17mm、ケース径は約 32mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 38mm、 厚さ約 10mm、 風防含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。